今の会社を退職させてもらえないので、民法627条28条に沿って無理やり退職しようとしています。ひろゆきさんなら退職を許してもらえない場合どうしますか？この状況でもう少し綺麗な辞め方あるでしょうか？綺麗な辞め方って何っていうのと、あと、退職を許してもらうという考え方がよくわかんないですけど、まあ多分気が弱いんだと思うので、退職代行とか使った方が多分メンタル削られないと思いますよ。その気が弱いから、その会社に退職を許してもらうみたいな考え方になると思うんですけど、退職は通告するものであって、相手の許可は必要ないんですよ。ただ、相手に納得してもらいたいとか、その相手が怒ったりするのを目の前で見るのが嫌だとか、要は辞表を出した瞬間怒られるのが嫌だとか、そのメンタル面の問題だと思うので、多分退職代行とか使った方が、メンタル削られないんじゃないかなと思います。